はい。では、ロストジェネレーションについて、ちょっとお話しようかと思います。これは世間で言われているロストジェネレーションではなくて、まあ、マイロストジェネレーションですよね。自分が何を失って、それと引き換えに今を手に入れたかって話になります。で、多くの方はですね、ロストジェネレーション、自分に失ったものって何って聞くと、こういう風に言うんですよ。ビジネスに乗っかってダメだった。ああ、騙されちゃったかなーとか、うまくいかなかったかなーと。投資に乗っかってみたら詐欺られたとか言ってね。ああ、失った。お金なくなっちゃったとかね。で、ICO でやられたとか、暗号通貨で全然、えー、もう、 かからなっっったああ失ったあっ失て言うんですよこれ全然失ったこことじゃないですこれはね単なるね、えー、ちょっとおっちょこちょいと言いますかね <laughs> ちょっとう,うまく言えないですけどもねちょっと表現がきつくなるんでこれは意味がないんですよ全く、うん、全く意味がないですこれ何回でも同じことを繰り返しますよビジネスで失敗した MLM で失敗した暗号通貨でやられたまた次同じ失敗しますからでなんでこれが起こるかっていうとあの自分の時間とかね 自分,自分の時間ですね自分の時間過ごしてきた人生という時間をスキルに変えてないからなんですよただ時間が過ぎただけそれで40歳50歳になっちゃったっていうだけこれをね経過時間っていうんですよ経過時間ねで我々が少なくともやらなければいけないのが経験時間を積み上げていくことなんですよでほとんどの方は経過時間を経験だと勘違いしてるんですよねまあ、ですので話がうつっぺらいしあの意味もない失敗をしてるんですよそれこそね何の価値もない失敗ばっかりしてますよ その失敗資産って言葉は私使いますけども資産化してない失敗ばっかりですよね気の毒にもう無駄な時間を過ごしてるってことに気づけないというかそれを認められないんですよいやいや無駄じゃなかったんだとあれがあったからこうなんだってにすぐに自己肯定しちゃうんですけども私はそういう気持ち全くなくって本当にね20代30代は全くなくてもよかったと自分では本当に強く思うから40代がものすごくねあの伸びていったんだと思うんですよこのね ももううたたたっっっミリも必要ななかかっかって思えるかどうかなんですよね無理やりにでも思った方がいいかなと私は思うんですけども過去の自分に何,何がしかの価値があるっていうふうに考える時点で結局うまくいかないのは誰かのせいとかね周りの人のせいとか家庭環境のせいとか学校のせいとかこの国のせいっていうふうにつながっていくんですよねだからそうではないとすごいいい国に生まれてものすごくいい家庭に生まれてものすごくいい 学校に行ってもらって、行かしてもらったけども、自分がそれを全部使いこなせなかったのを人のせいにしてるんだっていう発想でいくと、今、この瞬間も、あ無駄に使っちゃいけないなとかね、頂い,いてるものはありがたいなっていうふうに、徐々に変わっていくんではないかなと思うんですよ。うんまあ、そしてですね、ロストジェネレーションっていう言葉で今回動画撮ってるんですけども、もう私自身が何をしなかったかっていうとね、あのビジネスを成功させるために、あのーまあ、失ったものはね、 失ったと言ったたたとと言らかっこいすすすぎるんででけけどどもも大したことじゃないですけども私の場合会社とかお店とか社員っていうのがいなくなりましたねでほとんどの人って副業やったら会社にバレてクビになるみたいなことね、えー、恐れるんですけども会社をクビになるレベルじゃなくって会社がなくなるみたいなね、うん、お店がなくなるとか社員が全員いなくなるとかこういったあの引き換えバーターを覚悟まではできてないと思うんですよ。うん だからね自分の収入が欲しいと思ってるのに自分の収入が不満な方を選ぶというね要するに今お勤めの会社に不満があるのにその会社をクビになることを恐れるというね、うん、これは何だろうなと思っちゃいますけどねまあそんな感じでね、えー、失うものと言いますか,うんなんか何かを掴むためにどんなものが失われるのかなとでもしかしたら手に入れたものよりも失ったものの方が大きいってことも あるかもしれないで,すよでもそこにその不確定要素とか未知の恐怖に飛び込んでいくのがビジネスであり投資であり人生なんではないかなと思うんですけどもね皆さんどういうふうにお考えでしょうかそれでは失礼します。